はい、皆さんこんにちは、ワネリグルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015のスターペイアーモード選手兼任コーチ、読める巨人軍の高橋由伸でのプレーですね。続きを始めていきたいと思います。今日からはですね、阪神との3連戦になります。敵地甲子園に乗り込んでの3連戦です。相手の先発はエース能見ですね。フォークのキレ、いいもんありますよね。あとスライダー。さあ、由伸は4番ライトでスタメン出場です。今日のスタメンマスクは阿部が被っているようですね。ジャイアンツの方の先発は菅野です。本当にエース対決という感じの伝統の一戦、甲子園での3連戦です。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。ナイトゲーム、甲子園球場からお伝えしてまいります。第4回戦、阪神との第4回戦になります。はい、1回の表、2アウトランナー1塁、4番高橋由伸、第1打席目になります。バッターボックスは4番高橋。昨日はマルチ安打を記録しています。フォアボールのランナーが出ています。大事な3連戦の初戦、まずマウンドはもちろんエースに託しています。3番の阿部、ファーストランナーは3番の阿部です。まずはカーブ、113キロのカーブが真ん中やや外角寄りに決まってワンストライクです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。はい、2球目ストレート、内角低め、ズバッときましたね。ここは甘くなると長打になる危険性が高いですから、やはり低めが無難ですね。さあここはどういった攻めか。おー、打ち上げた、ストレートですね。センターへ、江越が抑えて3アウトチェンジです。ちょっと詰まらされたかなというところですね。さあ一方のタイガースの攻撃、1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。鳥谷が今日スタメンじゃないんだな。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ショートは井端が入ってますね。ああ違う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 、それジャイアンツの方ですね。バッターは西岡。さあ西岡出ていません。さあジャイアンツちょっと当たりないな。24打数が3安打1割2分5厘か。タイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。さあ西岡はどうだ。インサイド落ちました。これはこの辺りはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これは二塁打になるな。バッターランナーは3塁まで行ったか。西岡足早いからな。ノーアウトランナー3塁です。ここはいいバッティングをしました。スリーベースヒットを放っています。いや本当にうまく反応しましたよね。あ、ただ1点も取られずに終わっている。一方のジャイアンツの方は1点先制してますね。小宮山さん、1対0、1点リードの場面で4回の表、ノーアウトランナーなし。あまり良くないように見えるんですよね。そうですね。まあとにかくしっかり抑えてほしい。うわー、チェンジアップ、変化球が多彩ですね。投げてくる変化球が。さあ次は何で来るか。第2球リカブって、うわっ、詰まりました。ストレートかー、フライになっています。取ってワンアウトです。やられたな。2球目のストレートを打ちに行ったんですけどね。さあ能見、4番バッター高橋、リードは最小の1点のみ。内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナー1塁、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはタイガースがエースの能見、そしてジャイアンツが菅野、以上両エースの投げ合いとなっています。ストレートを待ちます。一塁ランナーは阿部、うわー、チェンジアップがすっぽ抜けて真ん中に来たんですけどね、ちょっとびっくりしちゃってタイミング合いませんでした。能見がすっぽ抜けって珍しいな。スライダー外れます。ストライクからボールになるようなスライダーですね。
さあ、2ボール1ストライク、ストレート来い。次が4球目。打ちました。いやー、落ちろ。よし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 。スライダーでしたね。これが自身本日の初ヒットになります。スライダー。2アウト2塁1塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。完全に引き出された感はありましたけど、なんとかバットの先っちょに乗せてライト前まで運べました。さあ、1点追加して2対0で2点リードの場面、ワンアウトランナーなし。まだ能見が投げてるかな。先ほどの打席はカナダが投げてますね。あれ、カネダでしたっけ。教えてもらったのに忘れちゃった。カネダかな。ツーシーム、ホークス、ライザー、この辺りの持ち球ですね。さあ、まず1球目。わお、初球空振りです。チェンジアップから入ってきたか。ノーボール、ツーストライク。フォークボール、2球続けて変化球。緩いボールできました。チェンジアップですね。内角に外れて、ワンボール、ツーストライク。ここまで3球続けて変化球。そろそろストレート来るんじゃないか。うわー、最後スライダーか。ちょっとストレートしか頭になかったんで手が出ませんでしたね。さあ、最後の守備機会ですね。9回の裏、バッターサウト。今日はまだ荒いません。2アウトランナーありません。弟の方ですね。現在2点差。2アウトからチャンスにできるんでしょうか。セカンドの井端が抑えて試合終了ですね。これで3アウト、試合終了です。今回は4打数の1安打。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。タイガースは屈辱の黒星となりました。これはでも本当にいい投手戦でしたね。ジャイアンツ、タイガース、それぞれのエース菅野と能見が、まあ、本当に投手戦を繰り広げたというような試合でしたけど、長野が3号のソロホームランだな、打って、勝ちましたね。いやー、菅野ね、いいな。コントロールもいいし、キレもあるし、強いですね。さあ、次はですね、阪神甲子園球場での第2戦目ということで、相手のピッチャーは岩崎。ストレート、スラーブ、フォークにスクリュー、スローカーブも、この3つの4つかの変化球とストレートですね。今日のスタメンマスクも阿部がかぶっている模様。ちょっとこの前の試合、阪神戦は4打数の1安打、もちろんヒットは出てるんですけどね、今までの猛打爆発の由伸の鳴りを潜めてしまったので、この試合岩崎打っていきたいと思います。基本的にはカーブ系、スラーブ、カーブ、ストレート、この辺りは頭に入れておきたいと思います。1回の裏、1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。上本ですか、一番打者は。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツ、坂本じゃないんだな、ショート井端が入ってますね。どんな投球をしてくれるんでしょうか。で、先発はジャイアンツは内海です。防御率4点台か。内海の本調子からするとちょっと良くない感じですね。これから1回の裏に移ります。さあ、上本、引っ張った、おっと取った、一塁送球、
アウト。村田ファインプレーだな。さすが村田だな。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。これ出ますよ。ご覧いただきましょう。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。あのダイビングキャッチから立ち上がらずに投げるっていうのがすごいな。さあ、ジャイアンツの攻撃は2回の表、先頭打者で高橋由伸です。2回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックス高橋。さて、タイガースの先発は岩崎、今日が4試合目の登板になります。前回の登板は5回3分の2を投げて自責点3、勝敗はつきませんでした。初球打ち、これはどう、破りました。センター前、先頭バッターを出してしまいました。真ん中にすっぽ抜けが来たんですけどね、うまくランナーを背負ってのピッチングになります。カーソルを戻すことができてセンター前に運ぶことができました。打順は5番長野。昨日のゲームはホームランを含むマルチアンダーを記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目、内から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。ストレート難しそうなボールだな、ここから見てても。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。これはスクリューですね。118キロ、スクリューも投げてくるんだ。カーブ系が多いのかなと思ったんですけどね、この岩崎は。引っ張った、サードうまくさばいて、ゲッツーだな。セカンドフォースアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。ゲッツーですね。さあ、ゲッツーの後はタイガースが3点を取ってますね。ジャイアンツの方は4回の表、ツーアウトランナー一塁で吉野、第2打席目を回ってきました。まあ、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。わー、これ落ちろ。よし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 、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。これもね、バットの先端でしたね。お、2点取ってる。これはあれかな、きっとホームランで2点入りましたね。ツーアウトランナーなしですからね。マルチアンダーを記録しています。さあ、今度こそいいボール来い。追い上げられています。今日のピッチャーはタイガースが岩崎、そして初球ストレートだったんですけど打ち損じました。さあ、このまま試合が終わるのか。もう1回回ってきますね。ワンアウトランナーなし、9回表、これがおそらく最後の打席。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。これピッチャー誰だ。まずはワンアウトを取っています。さあ、守護神オスンファンがジャイアンツ打線の前に立ち上がります。ウソンファンですね。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。うわ、今日のピッチング期待できそうですね。初球 S? しっかり締めてもらいましょう。カットと S、 カットボールも B あるし、ストレート S か、キレだな。ただどうだ、ただどうだ、入るか。うわー、フェンス直撃。二塁へ送球する。そのストレートでしたけどね。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。おお、逆転してる。由伸のツーベースを皮切りにフォンファンを打ち崩したみたいですね。してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。さあ、ツーアウト、最後の打者になるか、ね、この起用に応えたい。打ちました、これはどうだ。これはセンター前、見事起用に応えました。ツーアウトランナー一塁。どうでしょう、見逃せばボール球だったかと思いますが、うまく。さあ、ここでタイガース、ダイソーを送ります。西岡がダイソーで出てきた。長打でランナーが帰れば同点です。打順は3番、マートンか。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。調子はね、絶不調だったように見えましたけど、マートン打点王ですからね、去年。変化球、空振り、試合終了。空振り、タイガース、いやー、これは嬉しい勝利ですね。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあ、今日猛打賞だし、なんといってもね、9回の表ツーベース、
逆転を呼び込むツーベースありましたからね。あれが2号のツーランだったんだな、きっとね。わ、西野か。西野もいいですね。ただ大乱調だったみたいです。さあ、ジャイアンツね、早くももう独走態勢かっていうような感じですけどね。今日は、メッセンジャーがいてですね。メッセンジャーも打ちにくいですよ。ただ、ジャイアンツの方もね、リアルプロ野球の方で抑えに転向した澤村が、このプロ野球スピリッツ2015上では先発ですから、この澤村とメッセンジャーの投げ合いになります。で、このプロ野球スピリッツ2010がちょこちょこデータのアップデートがあるみたいなので、もしかしたらそのタイミングで澤村とかがね、先発から抑えに転向するようなデータのアップデートもあるかもしれないん好です天けに恵ども、まれました。もうこの甲始子まっ園て球しま場っでているすこのシーズンに関してはどうなんでしょうね。そのあたり無理やり変えるような感じになるのか、それとも、始まったシーズンに関してはもうそのままなのかね、ちょっと西わからさん、ないですけど各ね。球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。バッターは西岡、さあ、タイ相ガース手を今日前の一に番抑えはて、これ西から岡1です。回の裏に移ります。いまいち調子が上がってきてなさそうな感じですけどね。さあ、スリーボールワンストライクからの、打ちました。さあどうだ、これは抜ける。低かった。打った、バッター1塁蹴ってま2た塁同に向かいじようまな感す。じだな。バッターランナーは2塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。西岡ノーアウトね、ランナー2塁阪です。神との3連戦第1戦でも同じようなところに打ってスリーベースになりましたけどね、その時はね。さあ、西岡のツーベースを皮切りにタイガースが22点回先になります。制。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは4番高橋。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。さて、タイガースの先発はメッセンジャー、今日が5さあ、メッ試合セン目のジャ登板です。前回の登板は7イニング投げて自ー。責点おお、1、白星メッを挙げセンてジいャまーはす。ね、タイガースの今年の先発を、開幕投手を追い務込めままれした。たけど、追い込まれた。アウトロー外れます。ワンボールツーストライク。もう岩田を差し置いてメッセンジャーが外れてますか。開幕を務ピッめチたャーわけ決でますったとが、思ったでしょうね。本当に厳しいコースに投げてきてますね、こうやって見るとね。外角、内角、どうだ、ライトに大きな打球、この当た福りは大きなセンター留学生が素晴らしい捕球を見留せました。いいプレーが出やっました。ファインプレーでぱりす。メッセンジャーの球ちょっと重いんだ見な、ジ事ャなスト背ミート面だったキャッんですチでけどす。ここね。は素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、もう最高のプレーでしたよね。いやー、それにしても福留にヒット1本損させられましたね。さあ、由伸ランナーボのールミス第は2打4席番目、高橋。1対4で先ほ3どの打点ビ席ハインはドしてライますトフが、ライに倒れています。1本狙っていきましょう。タイガースリードで迎今えた度こ6そ回どうです。だ、打球はライトへ、また福留、難またしい打球を福留。よく捕りました。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんじゃないけどさ、ちょっと福留さん、ヒットを2本損した気分ですね。バッターボックスには4番高橋。メッセン先ジャーほどのが打まだ席マウンはドにいラまイトフす。ライに倒れています。3点ビハインド。ヒットでランナーを1塁ああ、に打ち上げ進め、たー。ライこトれセスントラレーーへ。トだったんです、狙ってったんセでンすけターどつかんでね。ワンアウト。ワンアウトランナー1塁となりました。おそらく見逃してもストライクギリギリ入ってたかなーっていうようなところだったと思うんですけど。さあ、今日まだヒットが1本もない。ここで、連続安バッ打記録ターが止のまっちゃうの高が橋、吉野。ここ5試合で打率は5割お、を超えていますピッが、チャーが福原に変わってますね。ているという感じですよね。試合前に話したんですけど、ストレートをカッ今ト、ボフールをよォーク、くスロー見カーブ、てるシューとト、言ってましたね。スライダー。そうですか。どのボールが来るかちょっとわからないな。しかも絶好調ですね、福原は。
初球手を出してきません。カットボール切れてるな。入ってきましたね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。今の吉野の表情はうーんっていう表情してましたもんね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリー。うわー、それだ。すっぽ抜けが真ん中に来たんですけどね。ちょっと想定外だったんでカーソルが間に合いませんでしたね。ランナースタートを切ってきません。厳しいな。フォークがね外れましたけどちょっと手が出なかったっていうのが正直なところなんですけど、ワンボールツーストライクにカウントはなりました。おお、フォークボール、ワンボールツーストライクです。低めはボール、ファールでしのぎましたけどね。今度はストレートが外角152キロ外れて2ボール2ストライクになりました。うわー、難しいところに決められた。これもう出番ないかな。ないですね。今日はノーヒットということで完璧にメッセンジャーに抑え込まれました。新タイガースです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進め、あとは福留ですね。ヒット2本分ファインプレー、2本ともファインプレーでやられちゃいましたからね。その他ベイスターズが勝ってドラゴンズが勝ってますね。セントラルの方はで、パシフィック、パリーグの方はファイターズ、マリーンズ、ライオンズが勝ってます。はい、というわけで、今回はタイガースとの3連戦ですね、お届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。由伸はね最後ヒットがちょっと出ないという結果になってしまったんですが、次のね広島戦しっかりと頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。応援ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。